にちは、まやりんです。はい、今回はまやじゃなくてゆびちゃんへの質問を答えていきたいと思います。最近100日を迎えたベビちゃんなんですけど、そのベビちゃんについての質問を次々答えていきたいなと思います。生活リズムはすごいね、ベビちゃん寝る時間がすっごい長くって、最近すごいベビちゃんが夜中すごい寝るようになって、大人と一緒ぐらいなんちゃうっていうぐらいめっちゃ長い時間寝て、最初は3時間おきに、本当に3時間おきに毎回起きて、夜中の2時とかに起きたり夜中の4時に起きたりとかしてミルク結構あげてたんですけど、最近はすごい本当に寝るようになって、早い時は8時とか9時とかに寝かせるんですけど、もう寝かしたらもう6時間とか余裕で寝てる時があるんですよ。6、7時間ぐらい結構寝てる時もあって、本当に夜中だから前はもう泣かないと起きんから、大丈夫って思うくらいめっちゃずっと寝てる時があって、長い時は本当にね朝まで起きないもあったりして、前はすごい泣き声ではもう本当に秒で起きるタイプやから、すごい夜泣きっていうよりかはなんか寝言みたいな感じでうんうんって泣いたりすんねんけど、それでパッと起きてもなんかすぐ泣き止んだりして、なんかあんまり夜中に起きなくなった最近は。で朝は、まあ、本当にミルクの時間は泣いたらって感じなんでバラバラなんですけど、だいたい朝の6時ぐらいからお昼前ぐらいまでのこの6時間の間にリビングに連れていくっていうのをやってるんですけど、でまあ日中はだいたい最近本当に起きてるかなって感じです。本当になんか大人っていうか本当に大人の生活リズムと一緒ぐらいの、起きてる時に起きて前たちが寝てる時にしっかり寝てくれるみたいな感じです。首は座ってきた、首はもうほぼ座ってますね。1ヶ月過ぎぐらいからもう自分でこうやってあの抱っこをこうやって腹ばいっていうか、こうやって縦抱きにしてた時とかも自分でこうやって持ち上げるようになったのがすごい早くって、最近はちょっと ぐらついてたりもするからちゃんと支えてはいるんですけど、大体もうほぼ座ってますね。成長してると感じたところは、最近本当に笑うようになったのが一番、あとは本当に声出すようになった、あーうわーいい声聞かせてあげたいな。ダメ？いい？なんかね、笑うのはマヤがこうやってニコって顔めっちゃ見てニコってしてたらニコって絶対笑ってくれるようになってるんですよ最近は。めっちゃ可愛い。な感じでもう本当にご機嫌な時やーみたいな感じでもうめっちゃ高い声出して笑ったりするんですよ。それがもうめちゃくちゃ可愛いです。寝返り打つのなんですけど、寝返りはもう最近から始め出して、もう基本目は離せないんですけど、もうさらに離せなくなったっていうか、寝てる時も怖いし、なんかベビーでベッドで寝かしていいんかなって思うくらいちょっと寝相っていうか、起きた時にすごい動いてたりするんですよ。こう頭上に寝てたのに横になってたり、すごい状態で寝てることが多くって、本当にね寝返りまだ多分しないんですけど、こう自分で寝返ろうとはしてるんで、多分もうちょっとですね。授乳のタイミングはだいたい本当に3時間4時間おきぐらいに泣いてくれて、あとは夜寝かそうって言って寝かすんですけど、その時は寝かしたらもう本当にずっと寝てるんで6、7時間ぐらい本当に寝てから朝泣いてくれてそれであげるって感じです。ミルクどうやって作ってるの？ミルクは今3ヶ月ちょいなんで200、だいたい200あげてるんですけど、今はほほえみを使ってて、缶ミルクのほほえみを使ってて、でもね、あの結構何哺乳瓶拒否とかするお子さんも多分結構いるって聞いてるんですけど、ベビちゃんはあの どのミルクでも結構飲んでくれるって感じですね。最初はアイクレオのミルクを買ってたんですけど、なんかだいぶ高くって、そのアイクレオの缶ミルクが、そう最初に病院で
飲ませてたミルクがアイクレオだったんで、病院で飲ませてたやつ飲ませた方がいいかなっていう自分の思いで、勝手な思いでアイクレオをずっと買ってたんですけど、すごい高いってことにちょっと気づいて微笑みに最近してるんですけど、それもちゃんと飲んでくれます。ミルクなんですけど、最初らへんかな、だいぶ最初らへんの時に食欲が全くない時があって、その時にもうミルクの出が悪くなった、おっぱいの出が悪くなったのもあったし、すごいね、ミルクあげてる体勢ってすごいきついんですよ。で最初らへんだいぶそれで苦戦したし、吸う力がすごい強かったから、その乳首の負担もあって、あと力強すぎてこうむせちゃったりしてたんですよ。ベビちゃんがむせちゃったりしてて、ちょっとおっぱいであげるのしんどいなってなってきて、そっからすごいずっとミルクをずっとあげてるんですけど、ね、そんな感じで今はミルクをずっとあげています。うんちの頻度はだいたい1日1回か2回かな、出ない日とかもほぼなくて、でもね、日によって違うんですよ。なんか黄色っぽいのが出たり、なんかカーキーみたいなカーキーのが出たり、最近はずっとカーキーなんですけどなんかミルクばっかし飲んでるんでね、もう結構みずみずしいうんちばっかし出ます。どっちに似ているってもうめっちゃ聞かれるんですけど、なんかどっちにも似てないっていうか、どっちにも似てるっていうのかわかんないですけど、部分がところどころ、あ、これはこっちに似てるんじゃない、これはマヤじゃない、これはシンくんじゃないみたいな感じで周りから言われるのは、目と、あれじゃない、口と鼻はマヤじゃないって言われるのに言われて、なんかシンくんが言うには耳は俺みたいな耳と眉毛は俺らしい、で目はまだなんかまだわかんなくって、本当にね、もうちょっとはっきりしてからわかるかなって感じですね。似顔絵この前もね、ちょっと書いたんですけど、似顔絵描きます。顔の形っていうか、おでこはめっちゃ前に似てるって言われます。なんかデコッパチ、綺麗なね、こう丸くなってるんですよ。3ヶ月100日を迎えるのにもかかわらず、髪の毛の成長が全くないなんか大丈夫かってぐらいね、髪の毛が薄いね、まだ。え、これ多分シュックに聞いたら似てるって言われるかもしんない。じゃじゃん、こんな感じです。なんかね、だいぶ似てる気がする。顔が丸っこくて、二重顎があって、口がなんかこんな、まつげがめっちゃ長い、で髪の毛が薄い。え、うまくね、普通に。ふめさんわかる？かわいい。え、うまいよね、うん、普通に似てるよねいや、めちゃめちゃかわいい。はい、そんな感じで今100日を迎えた今のベビちゃんでした。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。バイバーイ。